それでは今年度調査が行われましたユビキサス時代における暮らしの在り方についてこれから研究成果の報告を始めたいいと思いますそれではまず私の方から今回の研究の目的についてまずお話をいたします。ユビキタスという言葉が言われて久しくなるんですけれども。 これが我々の日常生活つまり指揮たす社会というのは一体どのようなものなのかというのをつまびらかにしたいというのが第1点目の目的であります。そして2点目は、えー、指揮たす社会の中でそれでは僕らの日常的な暮らしというのとの関係関わりがどうなっているんだろうかというのを明らかにすると。そして3番目が やはりユビキタス社会というのは情報通信技術にによってて支えられいいる側面が非常に強いわけですそういった意味でユビキタスを支える技術はどうなっているんだろうかこれからどういうふうに向かっているんだろうかということについて調査研究いたたししましたそして4番目の視点としてはユビキタスというふうに言ってもさまざまな観点からこの考え方は構成されておりますので。 えー、どういうふうにこの指揮タスというのを考えたらいいのかという一種の評価尺度評価体系を作ってそれを実際にケーススタディとして当てててはめてみるとということを行っておりますそれから5番目は指揮タつ社会というのは大変便利な側面が強いんですけれども同時にですねやはり影の部分問題となることも多発しております。 そういった意味でユビキタス社会の影とはどのようなものかこれからどうなっていくのかということについて研究いたしましたそしてま6番目がこういったユビキタスが社会の中に浸透することによってまこれからどのような新しいライフスタイルが構築されていくだろうかということについて調べたいとま以上6点が研究の目的になりますそれではあのユビキタスの考え方というのをですねこれから。 いろいろな報告がありますけれども基本になりますので簡単に触れておきたいというふうに思っております、えー、ま指揮キタスの考え方というのはここに書いてございますがまあ元来このラテン語の宗教用語でありましたまあ、神様というのが自分が神様と思ったときにまあこの中で思ったときには至る所どこでもその神様はあまねく存在するわけですまあ、そういったえ考え方が元々その指揮キタスという言葉の語源になっているということであります それを今から20年ほど前にアメリカのパルアルト研究所ですねデロックスのパルアルト研究所のマーク・ワイザーという研究者がこれはいつでもどこでもコンピューターを介しながら介在しながら情報通信の世界にアクセスしていくということなんですけれどもそのためにはいくつかの条件が必要になってまいります。 そこでそのマクワイザーが指摘している点が全部で4つあります。で、1つはそのモバイルということであります。モバイルというのは、移動中、あるいは行った先々でも、いつでもどこでもということになりますと、移動中、行った先々でもコミュニケーションできるということであります。それから2番目の条件が、このウェアラブル。ウェアラブルというと、普通はこう身につけるとかいう意味になりますが、ここで言ってる意味はいつでもどこでも使えるということは、常に持ち歩いてなければいけないと。 それもカバンのように大きなものであると非常に使い勝手が悪いわけでありますそういう意味で今の携帯電話のように常に携帯可能あるいは身体に装着可能とそういう意味でウェアラブルというふうに言っておりますで三番目は至る所どこでもということになりますと場所性と時間性が連続しているというシームレスという考え方が非常に重要になってまいりますそして四番目がせっかくそういった情報 技術を使ってアクセスしてもですね肝心の取り出したい情報が、えー、あまり充実してなければ全く意味がなさないわけでありますそういう意味で自分が知りたい知りたいと思う内容に関してそのコンテンツが揃っているというまあ、豊富なコンテンツということが重要な条件になってまいりますまこういったことを呼び来すコンピューティングというような形で考えております じゃあこの今回我々はその日常生活暮らしの中でのユビキタスということに視点を置きながら研究を進めたわけなんですけれども我々はじゃあ今回この研究の中でどういうふうにユビキタスというのを考えたかということについて簡単に触れておきたいと思います。ユビキタスというのはそういった意味では僕らがその日常生活を営む上でやっぱり物とかあるいは情報とかあるいは何かサービスと。 いつででももどこでもです、ね、何かこういうことをしたいなと思った時に速やかに実現できる状況というふうふに考えておりますいわば、えー、どこでもコーヒーを一杯飲みたいなと思った時に、まあ、自宅にいれば、えー、家でコーヒーを沸かすこともできますしいわゆるインスタントコーヒーにお湯を注いで飲むこともできます。 また外であれば日本の社会においては至る所どこでも自動販売機がありますのでそこを通じて缶コーヒーあるいは普通のコーヒーを手に入れることもできるあるいはその24時間営業しているようなカフェというのも日本全国にはかなり普及しておりますそういった意味でコーヒーを飲みたいと思う所望に関しましては基本的にかなりです、ね、呼びきたす度は高まっているんではないかとそういう意味で我々は考えております。 そういう意味で、えー、やると結果としては、まあ、いわばライフスタイルが連続しているというふうに考えてもいいんではないかと自分のやりたいと思うことがいつでもどこでも実現できるということになります。えーまあ、もううう少し、えー、あえて、えー、言うならばい、まあ、いわゆる自自己実現自分がが本来やりたとと思うことが いつでもどこでも可能になるようなそういう社会を指揮達する社会ということで、それをその、えー、下支えする技術が指揮達するコンピューティングということになります。したがって、指揮達するコンピューティングという技術体系は指揮達する社会を構成するための必要な条件であるということになると我々は考えております。 ではこのユビキタスコンピューティングというのを具体的にですねじゃあどういう今までの情報化社会あるいは、えー、これまでの社会の中になかったような特徴として、えー、抽出できるんだろうかというものをいくつか挙げてみたいと思います。まず第一番目は、えー、この水面下に入る情報技術ということであります。 まあ情報をそのやり取りするというとちょうど今私がえお話ししてますように私はえパソコンの前に座っておりますけどもいかにもパソコンを使うという感じでえになりますけれどもいびきたし社会の大きな特色はこういったえ情報機器が表面に出てここないということとうであります例えばここにえー我々が車に乗ってると日常的に使います ETC がありますけどもここも車を通っていきますと自動的にですね料金をやり取りしてえそして、えー ゲートが上がっていくとこれは我々は特に意識しなくても水面下で情報のやり取りが行われているという一つの例かと思いますそれから2番目はその意識しないところでコミュニケーション情報のやり取りがされているということであります最近そのデパート等に出かけてですね車で行きますと駐車する機会が多いと思いますけど例えばこれはあのナンバープレートを自動的に読み込む装置であります そうすると我々が駐車場に入りますとこのカメラが自動的にナンバープレートを読み込んでそしてそれを文字として認識して登録しますで我々がゲートを出るときにお金をですね生産しますともう自動的にナンバープレートが記憶されておりますのでそこでまたゲートが上がって外に出ることができるとこういう意味で意識しないところでコミュニケーションが行われているということが日常的になっております そうなりますと3番目で当然のことですけどもえ見えないところで情報のやり取りをするとそれは無線技術ということになりますこの辺の詳細についてはこれから後半においてですね専門的な観点からもう少し詳しくお話が後でなされると思います。で4番目の特徴としては意外なものとの接続がされると。 例えば、ここにこのランドセルがありますが、まあ、最近、学童が、えー、登校途中帰宅下校の間にです、ねえー、ややもすると危険な目に遭遇する機会が起きてきておりますこで、まあ、そこで、えー、ここ GPS 衛星を介して、えー、この学童がどこにいるかというのを常に把握して、まあ、それを保護者の方に伝えていくと保護者はその地図を見ることによって、えー、自分の子どもが今どこにいるかというのを 認知することが可能になります。まそういった意味で、えー、このランドセルというですね意外なものとこういったものが結びついているという一つの例かと思います。それから、えー、情報やり取りするというとまさに、えー、電話が典型ですけれどもお,お話をし合うというようないわゆる情報のやり取りで収拾、えー、しちゃうんですが、これからのそのユビキタス社会のもう一つの大きな特色は単に情報やり取りするだけではなくてその情報が相手先方の機材を直接 稼働させたり動かしたりするといういわゆるコントロールの時代に入ってきております例えばここに今ちょっと見えにくいかもしれませんけどもポットのようなものがありますこれは例えば外出をしているときにこの機材がですね自分の飼っているペットを監視しております利用者はそれを携帯電話を通じてですね家に残してきたペットが今どのような状況になっているかというのをこのカメラを動かしながら把握することが可能であります そして帰宅時間が遅くなるようなケースにおいてはこちらからペットに食事を与えたいというようなことになった場合携帯電話から特殊な信号を送りますとこの機材が作動して、まあ、ペットの1食分の食事がここから出てくるというまさに実際に物を物を制御しているという時代に入ってきておりますそういう意味で単なる情報のやり取りから物を動かすというコントロールの時代に入ってきているとこれも大変大きな特色かと思います そして6番目は、えー、情報を受け取るだけではなくて、えー、いつでもどこでも誰でもがつぶやける時代になってきていると例えば街の中を歩いてきて歩いているときに何か印象に残ったことをです、ね、その場で携帯電話を使って、えー、掲示板サイトに思いを書くというようなことも可能になってまいります。 そういう意味でブログといわれるようなものも急速な勢い脅威で世界で有数のです、ね、ブログの国になっておりますけれども誰でもが情報を発信できるというそれもどこからでもできるという特色になっていると思います。それから7番目の特色としてはこの所有しない時代になってきていると。 例えばそのサイトあるものが音楽のサイトですけどもいつでもどこでも新曲を聴きたいと思った時に、まあ、わざわざ CD を買ったりしなくてもですね、えー、ネットを通じて自分のその聴きたい場所に音楽をですねダウンロードする持ってくることが可能になっておりますそうなりますと従来のように CD を買うというようなことがなくなってまいりますそれが高じて、まあ、最近スキーに出かけたりする場合でもあらかじめネットを通じて 自分に合ったスキーの道具をですね予約しておくことによって、えーまあ、スキー道具を買わないでも済むと、まあ、こういったことが一時が万事で、えー、我々の日常生活の中で物を持たなくてもネットを通じて予約をしたり、えー、あるいはその内容を入手するということが可能になってきておりますそれから8番目の特色としては「まあ、顧客から顧客へ」というこういう字を使っておりますけどまあこれの言わんとするところは「 えー、ユビキタスの技術を使うことによって一人一人の所望に応じたことつまりカスタマイズされた、えー、情報のやり取り、まあ、自己実現というのは個人個人によって内容程度が変わるわけなんですけどもそういった一人一人の気持ちに合ったニーズに合ったものを実現できるというそういう意味で顧客から顧客の時代というふうに言っております。 そしてさらにこういったいつでもどこでも情報のやり取りをするいつ,かいつでもどこでも情報の発信ができるということになりますと今までになかったような新たな文化を創造する可能性がありますその最たるものが一つとして最近よく言われております携帯小説と言われているものがあります。電車の中や、 講演においてです、ね、自分の携帯を通じて思ったことを少しずつ書き留め,書き留めておくとでそれがまあ後で評判となって実際に印刷メディアにして本にすると爆発的に売れるということで一つの文学のジャンルにも形成されております。まあ例えば「えー、翼の折れた天使たち」というようなものは120万部というですね普通の文学書でもなかなかあそれだけ売れないような 内容の本がですね。あの携帯小説というジャンルから誕生して起きてきております。ま、そういったことで新たな文化を創造する可能性があるということであります。 ではあの具体的にその詳細については報告書の中に触れておりますけれども具体的にユビキタス、まあ、その代表的なものがインターネットになるわけですけれども、えー、実際に、えー、インターネットが使えるオフィスや自宅ではなくて外出している場合外に出ている場合どんなふうに利用されているかということについて、えー、昨年、えー 近畿情報通信協議会が行われた調査がありますのでその結果をここで逆に引用させていただきたいというふうに思っております、まあ、ここにその状況が書かれておりますけれどもやはりその使えるエリアが限定されているということでいつでもどこでものどこでもというのは必ずしも今の時点で考えていた場合に日本全国で必ずしもそういうインフラが整備されているわけではないということです。 それからまあ電車の中などではこれはまあ近隣の人に迷惑をかけるというようなこともありましてですねえ必ずしもですね利用できないということがありますそれからえやっぱりインターネットにつながりにくい回線の容量が決まってたりしてですねえつながりにくいということもありますそれからあつながったとしてもやはり今の時点では通信コストが高いということを出しております それから仮につながったとしても伝送速度が遅いためにですねとてもその写真や動画像を見ることが難しいということも出てきております。それとまあ機械 を扱うううために設定がでであるとというようなことですね、まあ、そういったことを見ますと、まさにこの図から分かりますように、いつでもどこでもと言いながら、まあ、現実には必ずしもその条件が十分に満たされているわけではないと、まあ、国としては2011年に全国津々浦々、このブロードバンドの環境を実現したいということで動いております。 一方、それでは本人が使うパソコンの設定はどうなんだろうかというとこれもやはり近畿情報通信協議会で行われた調査結果のものなんですけれどもこれで自分一人で問題なく使いこなせるというのが2割強あります。 それれかからマニュアル等を見ればですね、えー、なんとと使えるとこれが25%ぐらい、まあ、合わせると、えー、50%弱の方が何、まあ、となくう使いこなせるということで、まあ、試験としては若干少し甘いのかなとここまで言ってないんではないかなというのが、えー、思っておりますけれども、まあ、あ全く使いこなせないということではないということだろうと思います。じゃあ 利用することによって、いつでもどこでも大変便利な側面があるんですが、一方ではそれに伴ういろいろな問題点が出てきております、これについては、後ほど詳しく説明いたしますけれども、ウイルスの心配だとか、個人情報がそのままどこかに流れてしまうんではないかと、あるいはセキュリティ、セキュリティというんですけど、一体個人レベルでどこまで整備をしていったらいいのかといったことがよくわからない。 等々のです、ね、問題があって半分その不安感を持ちながら今の指きたす社会の中にで生活をしているという実態も明らかになってきております。ということで指きたす社会というものをどういうふうに我々は捉えるかそこでの現状はどうなっているのかということについて簡単にご報告いたしました。